17兆円の経済対策を打ち尽くすわけですけれども、そのかなりの部分が公共投資だろうと思います。道路とか、あるいは水利とかですね、そういうところにかなりお金が落ちてくるということは、建設計画で動き出し始める。ただ、これも今すぐということじゃなくて、多分5月、6月頃から少しずつ動き始めて、したがって私どもの見方は、建設業界全体ですけれども、自動車等に比べて若干早いんじゃないかなと。今年の終わり頃から少し底を打って上が上がってくるだろうと。こういうような状況になるんではないかと思っています。そんなような厳しい状況の中でございますけれども、私どもNF 東京2009、これを本年の10月に開催することにいたしました。本当に幸いなことに、皆様方のご協力のおかげで、今のところ550コマのお申し込みでございます。これは 73% になりますね、台湾の医療に対してですね。でこれは今いろんなところで来年いますから、今年の10月あたりに名字が開催されますけれども、それらの進行状況に私どもの方がはるかに、コマが埋まっているという状況で、これはもう一重に皆様方がこれにかけておられるというような表れだと思います。で申し込み期限まだ5月末でございますので、ぜひ皆さん方これにかけていただきたい。とりわけ今回のテーマはエコマシンということでありますので、この際いろいろそういった訴求点のある、とりわけ環境に優しい機械をこの際ご展示いただいたり、あるいは訴求いただいて、この非常に厳しい環境でありますけれども、やはりそういう観点ですね、環境に貢献できる機会、あるいは省エネ、あるいは省資源、さらにはですね、生産性が上がるというようなことから、今まさに更新をしていただく時期じゃないかと、そういう視点でビジネスを展開するんじゃないかと思いますので、ぜひこの NF 東京、この辺りから多分私は思うんですけど、そこを打ち始めて、こう上へ向かっていくいいチャンスじゃないかと、こう思いますので、ぜひご協力賜りたいと思います。でこのチャンスに日本創生科学学会にも大変ご協力賜りまして、学科の先生方によっていろいろ講演をいただく予定になっております。そういったこともやりますので、ぜひともよろしくお願いいたしたいと思います。でこの展示会には今日承認いただきましたんですが、臨時総会で承認いただきましたんですけども、 NF エコマシン認証制度、エコマシンについたその認証制度、認証マークを配布しますけれども、このマークをつけた最先端の機械が展示をいただいてですね、その点でしっかり訴求をしていただきたいなというように思っています。それからもう一つ、東北保有会、昨年12月1日に一般社団法人への移行の申請をいたしました。事務局、非常に頑張ってくれておりますけれども、できましたら年度替わりの4月1日に設立登記できたらということで準備を進めておりますので、よろしくお願いしたいと思います。大変環境厳しくなっておりますけれども、こんな時期であるからこそ、これまでいろいろ手薄になっているような部分にその強化を図っていただいて、次の飛躍に向けて、バネを大きくたわめて、この時期にいろいろ手を打っていただければと思います。そして、来たるべき、反転乗車の時に、さらなる再度飛躍をしていく。反映をしていくということを記念をいたしました。で合わせて、ここにお集まりの皆様方のご健勝を記念をいたしまして、新年のご挨拶にさせていただきます。